ロックマン行くぜ、前回に続けてプレイしていきましょう。さて、学校終わった後からですね。よし、帰ってきたよ。あ、日野犬だ。あら、お帰りなさい。今ね、ネットワーク防犯協会の人にコントロールパネルを点検してもらってるの。ネット押してるでしょ、レンジが火を吹く事故のこと。朝はメイルちゃんが言ってた事故のことだね。こんにちは。今回の事故は外から侵入したウイルスが原因かもしれません。だから念のため皆さんの家のコントロールパネルを点検をしてもらってるんです。なんですって？っていうことだからネット、あ、なんですってか。邪魔にならないよう自分の部屋に戻ってください。インターネットでもやってやばよ。オタクの鏡だね。な、ヒノケン、ここをこうすれば問題なしと。へへ。邪魔にならないよう自分の部屋に戻ってなさい。後でおやつができたらまた呼んであげる。おやつ作ってくれるのがすごいよな。まあ、うちもなんか作ったりはあったけど。インターネットやる？プラグイン、6枚くらいトランスミッション。お、懐かしい。ここはネットさんのパソコンの中です。ここからインターネットをさらにいろんな家の端末につながっています。ロックマンさんはいつでもどこでも R1 でプラグアウトできます。または、そこみたいに大きな緑のぐるぐるがあるところでもプラグアウトできます。今はまだパソコンの中みたいだな。インターネット、ウイルスに気をつけてな。まあいろいろ行ってみよっか。お、グライド。ロックマンさん。私です。ネットさんのクラスメイトのヤイト様のナビ、グライドです。ヤイト様の家で使っているプログラムが迷子になってしまったんです。このインターネットはどっかにいるはずなんですが、私は用があるので、もうすぐ家に戻らなければならないのです。ロックマンさん、もしプログラムを見つけたら、うちのネットワークに教えに来てくれませんか？それでは、これをお渡ししておきます。ヤイトのアドレスをゲットした。それを、このインターネットのどっかにあるアクセスポイントで使えば、どっかばっかりだなぁ。ヤイト様がお持ちの、絵のネットワークの中に入ってこれるでしょう。私はそこにいるはずです。あと、ヤイト様にはご内密に怒られてしまいますので。ほうれん草はしっかりした方がいいよ。キャノンか。これで仕留めるか。はい。危ない。はい。バスティングレベル低いぞ。遅いもんな。こっち行けないのか。いや、懐かしいな、ほんと。メットール、あー、どうしようかな。どっちにしてもだからな。エリアスシール、えい。はい。オッケー。キャノン。お、ショックウェーブ系。ショックウェーブはなぁ、そんな使わないんだよなぁ。クロスガン。これでも、ああ、そうだ。ああ、さっき使えばよかった。完全にミスだわ。よし。はい。はい。オッケー。よし。どこにいるんだ、プログラム。全然覚えてないわ。場所とか。はい。とりあえずネットオールだけでもやっときたいんだけど。キャノンで。オッケー。はい。はい。デリート。あ、キャノンありがたい。キャノン系を全部揃えていくか。メットガード。よし。
ャノンキャノン。オーケー。はい。オーケー。これでも遅いよな。ショックウェブ系。ちょちょちょ。ヤイトちゃんとこのやつを探す。ソード、ワイドソードがあるけど、てか届かないんだよな。とりあえずこれ全部使って減らすか。5つ増やす方がいいのかな。いらんやつずっと置いとくのもな。はい。クロスガン来た。ヘイ。オッケー。メットガード、メットガード A なのか。だったら入れといてもいい気もするけど。お前か。私はネット商人。なんかあったっけな、いいの。とりあえずバスターアップか。バスターアップか。いるな。ショットガン、ショットガン、ショットガンでいいか。はい、はい。危な。はい。バスターアップが欲しい。あまりにも時間がかかる。ネットガード。お家がわからないよ。グライドさんお迎えに来て。エド君、前のプログラムってきっとこの子だよ。そうだな、6番、グライドのところに教えて行ってくれ。エドちゃんが持ってる絵のネットワークの中だよね。了解。絵のネットワークの中ってどこだ。はい。やばい。食らった。どっかの端末に繋がっているようだ。しかし端末のアドレスが分からないのでワープできない。あー、さっきのどこかな。一回戻るか。一回プログアウトした方が早いな。入り口付近だもんね。あー、はい。トランスミッション。よし。ヤイトちゃんとこはどこだったかな。とりあえずこうで、こうで、はい。よし。違う違う違う、この辺じゃないか。違うか。違うな。これでいいか。クロスガン、はい。これ使うか。やばい。痛い。オーケー。アーシュゼニー。ゼニーだっけ。なんか。あー、なんだっけこいつ。なんか強かった気がするけど、どんなやつだっけ。あー、外した。強くねえわ。外したのが本当に。来た時狙うか。あ、ダセえ。
ショットガン。よし。さすがに逃げるのはな。はい。よし。見せ方を調べた。メットガード。回ってきただけだな。一応、あ、買えない。買えない。でも、ソード、ワイルドソード。ロングソードが欲しいな。あ、やばい。しまったな。はい。お、これで HP メモリが買える。買っとこうか。よし。ロックマン。ああ、一応上がってんのか。ボルテがもらえるって書いてあるけど。もう、チートじゃない？さすがに、それは、ここか？あ、ヤイト。ロックマンはヤイトの絵をお気に入りした。生きやすいようになった。うちのプログラム見つかったんですね。もう教えとけよな。場所は、はい、わかりました。どうもありがとうございます。お礼と言ってはなんですが、これをどうぞ。あ、プログラムってそういうことか。スプレッドガン、はい、をゲットした。やったね、ネット君。どうする？そろそろおやつができた頃じゃないかよ。そうかな。よし。あれ？プラグアウト。よし。燃えてるぞ。まだ、どうしたんだろう。行こう。よし。どうしたの？おろおろしとる。レンジでホットケーキ焼いてたら。まあ、こうもなるか。これ、どうしよう。大人がおろおろするんじゃないよ。さっき点検来てた人じゃん。あ、点検に人来てたじゃんか。異常なしって書いちゃったよ。それよりこの日。6番、レンジにプラグインしよう。いや、燃えちゃうよ。ウイルスかどうかわかんないけど、とにかく調べてみてくれ。任せて。よ、ちょ、邪魔邪魔邪魔。プラグイン6枚数でトランスミッション。できるんだ。危なくない？そこ。6番。うん。レンジのプラグマンいるんだけど、なんか様子が変だ。気をつける。もしウイルスが出たらチップデート送る。うん、お願い。とりあえずザーッと、いや、違う。めっちゃ燃えとるけど。このように火で、ネットワークが所々途切れているんです。回答セクションにあるプログラム、アイスブロックがあれば、火を消せるはずです。ショットガン。しかもこのデータ形式、ワールドスリーダー手強いよ。メリの言った通りかよ。エグゼ6番、バトルオペレーションセット、イン。弱い。一撃だわ。はい。これでもバスティングレベル9だもんね。本当に、一瞬で殺しきらんといかんからな。ここはレンジのネットワークの中心部分です。でもみんなやられてしまいました。そうか。じゃ、とりあえず、ちょっとチップホルダーの整理だけするか。ショットガンなぁ、いらんよなぁ、とは思うんだけど。キャノン。ミリボム、ショックウェーブ、スプレッドガン。ショットガンがなぁ、今別に、あんまりいらんなって感じなんだけど。メットガード。
ショックウェーブ、ショックウェーブ、ショックウェーブにするか。オッケー。私たちにはウィルスバスティングの能力はほとんどありません。でもあなたなら奴らを倒すことができるかもしれません。ガク。ロカはミステリーで調べた。これって開けれるやつなのか。なんか鍵かかってるって昔なかったっけ。そのイメージが強すぎて。はいはい、よし、オッケー。次クロスガンで、ソード、ワイドソード、ロングソード早く使いたいな。ドリームソードを使いたい。よし、この辺も取っといて。ソード、でもあんまりソード系とか使わなかったな俺。エリアシールを使ってねって言ってるからもうそらそうだわなって感じなんだろうけど。はい、どうしようかな。キャノンで沈めて、よし、オッケー。やっぱ時間かかるな。キャノン、よし。キャノンだらけになっていくわ。ショックウェーブ、クロスガン、ミニボム。ミニボムあんまいらんのよな。キャノン、大丈夫か。反応がない、破壊されてしまっているようだ。ミステリーと調べた。エリアスチール A。 エリアスチールあんまり出てこないな。これは一撃で。はい、エネミーデリティットだ。 Q がマックスなんだっけ。そんなことなかったと思うんだけどな。ここは解凍セクションです。このプログラム、アイスブロックを使えば火を7個消すことができます。これを使ってオーブン機能を、オーブン機能セクションへ行ってください。そしてウイルスの親玉を倒してレンジの暴走を止めてください。アイスブロックをゲット。火を調べればアイスブロックを使うことができます。もしもアイスブロックがなくなったら戻ってきてください。またアイスブロックをあげます。でもプログラムのコピーに時間かかるので火はまた復活してしまいます。気をつけてください。アイテム取るとかそういうのを、うわ、キャロックマン、どうしたのロックマン。へへへ、誰だ。へ、ナビを呼んでも無駄だぜ。今の爆発は多分ナビはオダブツだ。お前さっきの防犯協会の、へ、それはお前らを騙す仮の姿。その正体はワールド3のオベレーザ様ってわけだ。じゃあ今までの事故は、へ、なかなか頭に切れるガキだとわかるだろう。その通り、全部俺様のナビがやったのさ。残念だがお前らにはナビと一緒に死んでもらうぜ。外には逃げらんねえぜ、諦めな。もうなんでこんなにオロオロしてんだろう。ネットロックマンはやっぱり連絡取れない。もうとりあえずこっから、あ、そうか、無理なのか。ロックマンからの応答はない。ダメか。とにかく火を沈めなきゃ。ないかないかないか。そうだ、2階の道具箱、あそこなんかあったっけ。道具箱、違う、テストの本棚なんか見てる場合じゃないよ。あった、これだ。ウォーターガン水鉄砲じゃないな。よし、行かなきゃ。消えないと思いますけど、消火器とかないんですか。すごい威力だ。ちょっとだけ火がマシになったみたいね。ロックマン戻してくれ。ロックマン落としてくれ。ネット君大丈夫か。うん、助かったよ。サンキュー、ネット君。こっちもやばいことになってるんだ。ロックマン、急いでくれ。了解。はい。ということで、じゃあ、次回、この火の原因を調べに行きましょうか。それでは、ご視聴いただき、原因じゃないな。親玉を倒しに行きましょうか。それでは、ご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。